ようございます。ゆっこです。はい、カメラマンじゅんです。ラピスタゴルフリゾートに来ております。宮里美香プロに来ていただきました。おはようございます。ありがとうございます。オレンジが似合う。普段はクラブは何本使いますか？14本です。14本ですよね、うん、今日はそれを半分以下のネットショッピングご飯に絞って、はい、今日はラウンドしたいと思います。お、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、506ヤードパー5です、ね、パー5。そう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいAI 入ってますみたいな。すごい、ね、うん、すごい機械なんだろう、ここ打つだろうなみたいな、うん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 、本当になんだろう、あっとかなんないから、なんない、すごい見やすい。そう、見やすい。画面見て、そっち見て、もう大丈夫ですか？めっちゃ見やすい。私はすごい楽しんでいます、はい、うん、これ、ポールのちょっと左がいいのかな。うん、まあ、パーとポールの左がいいかな。395、これは左の方が広そうだけど ね、左の方が広そうだよね。うん、ちょっと引っ掛けちゃった。でも大丈夫かな？見えます？いや、見えなかったです。カート道。うん、奥に行ったから。大丈夫そうだけど。大丈夫そう。まあ、5番アットだから行けと思います。うん。あります。余裕で行きます。余裕で。270ピンまで。うんうんうん。だから計算としては170ぐらい打って。残り3段目100ぐらい残したい。ナイスー。ナイスショー。ありがとうございます。ナイスでーす。あ、うん、ちょっとあれ大丈夫。100ちょっと残ったかな。100以上あります。ちょっとありそうです。でも大丈夫。7番アイアンがあるので得意の得意の残りが220ぐらい。200、そうだね、230かね。まあ5番ウッドで、うん、どちらかというと右のバンカー寄りに打ちたいです。はい、おお、うまく出た。よーし、よーし、よーし、今はうまく打てました。ありがとうございます。難しそうだなと思って見てました。105ヤード。105ヤード。で、ちょっと打ち上げてるから110ぐらいで7番アイアンで。7番アイアン。打ちます。これも。おー、でもこれでかいかな。どうですか、ね、なんか転がりました。ちょっとでかすれたかな。本当ですか。あ、見えた。見えました。いいとこ。いいとこ。わ、さすが7番やん。普段の練習でそういう7番でハーフショットとか100ヤード打つ練習とかもあるんですか。いや、あんましないっすでも、基本的には7番アイアンはメインで練習した方がいいんじゃないかなと私は思います。あ、やっぱりそう、ね、アマチュアの方もそうですけど、うん、7番から難しいですよね。そう、7番が一番真ん中のクラブになるのか。なるほど。あと、足と足の間ってこと。はい。あ、何ヤードですか？100です。100の上げ。
9番で普通に打ってちょうどいいのではないかと、はい、はい、今日喋りますまっすぐが一番苦手。あ、そうですかむしろちょっと右とかなんかさ、構えてからめっちゃ悩むよね。そう、そうなんだ。まっすぐ、まっすぐ狙うのすごく苦手。まだまっすぐね、ずっと言ってるから大丈夫かと思って、うん、あ、はい、ちょいって言ってな引っ掛けちゃったね。ほら、ほら、もう苦手って言う。どういうイメージなんですか、苦手というのは。このむしろちょっと、うん、こう右を狙うとか、うん、ちょっと左とかの方がなんか構えやすい、構えやすい、安心。まっすぐが私一番苦手なんですよね。珍しい。まっすぐ打とうとするからじゃないの。なのかな。うん、今そう、ああいうミス出るんですよね、まっすぐの時って。なんかさ、一本に見えるんじゃないの。一本。幅を持たせたらいいんじゃないの、ただ。あ、許容範囲を。そうそうそう。ああ。どういうイメージの方がいいのかな。ううか確かに。なんか苦手なんですよ。どうなっちゃうんだろう。まっすぐに当てて練習場でどうしてるんですか。そう思いました。練習場では、うん、特に何も考えてないかもしれない。そう言われてみれば。なんかこのその辺に落ちればいいかな。そっからですよね。多分。そこだ。練習の仕方が間違っている。練習場で何を意識するか。はい。まっすぐでもちょっと右寄りのまっすぐだったら自分の中で、まっすぐってなると自分の中で気持ち悪いわけじゃないですか。そうですね。もうちょっと、うん、あのフォーカス狭めれば、うん、いいんじゃないですか。アバウトになりすぎてると思う、うん、もしかしたらそのまっすぐが逆にね、うん、そう、あ、なるほどね。どこに打ったら分かんなくなっちゃうのかな、うん、そこはもうちょっと正直私も理解できない部分もあるので、はい普通はまっすぐ打ちたいからね。まっすぐでももうちょっと自分なりにここにまっすぐ打ちたいって思えばいい、うん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 、左目のまっすぐなのか、はい、右目のまっすぐなのか、うんうん、左に打ちやすいんだったらそこにまっすぐ打てばいい。なるほど。ちょっと練習場でまず練習の仕方を変えないとですね。練習場でただ打つだけなのか、はい、スイングチェックするだけなのか、うん、方向確認なのか。方向確認ですね、うん、いつもなんか適当に気持ちよく打ってる。そう、100ヤードとかそういうのだと、うん、なんかいろいろ旗もいっぱいあるんで、うん、いやそこの100狙おうとか、狙いやすい、あっち100狙おうとかあるんですけど、うんうんうん、でもティーショットはまっすぐ打てるじゃないですか。うん、確かに。ピンの時になっちゃう。さっきのシチュエーションは本当一番苦手なんですよ。このまままっすぐピンみたいな、こういう感じじゃないじゃん。左に打ちたい。そうなこのまっすぐ苦手やんやひねくれてるのいやいやいやいろんな悩みがありますね。まっすぐが苦手、ね、イメージがやっぱり異なるから。そう、テンション的にはだからまあ傾斜通りに構えるのがベストなんですけど、うん、だからこうか。はい、こう、うん、ありがとうございます。ちょっと開き目なんですか。上半身はこうなっちゃダメっすよ。はい、なってました足だけ、下半身だけ。そう、で、左に打ちたい。左に、はい。まあまあ距離ありますよね、うん、いや、これ右向いてるよ。こっち、こっち、はい。右向いてるんだ、うん、私結構このライシャンプしちゃうんですよ。うんうんうん、右向いてたからのかな、うん、傾斜通りに上げていく。傾斜通りに、うん、そう、はい、頑張ろう。あ、まあまあまあ、ストップして、待って、あれ、マジでしょ。止まった。難しい。本当だったらフェースも開かないといけない。あー、で今普通にこう構えたじゃないですか。構えました。こうなるじゃん。はい、フェースを開いたらちょっと上がる。で、このまま、そう、そう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 。難しいね。難しい。この左、超絶左下がりのアプローチ苦手なんです。苦手なんだ。うん、フォーチフックなんかね。うん。最初だけじゃん。最初か。
うわ、トップし始めた。あー、結構切れた。あ、高い、高いです。私は下ってるね。うん、かなり切れそう。すごいか、ちょっと弱いな。ちょっと弱いよ。いっとこっか。ちょっと緊張する。うわー、切れたー。どんまいボギーです。やっちゃったよ。意外にグリーンが、グリーンがな、いやもう自分が悪いです。あ、そう、自分が悪いです。7万円めっちゃ良かったですけどね。良かったけどな。足まで、お、左ロック、左ロックですね。323ヤードパー4です。おぉ、かっこいい。うん、飛びすぎてないぞ。おぉ、あ、そのキックいらない。確かに右にキックしなくていい。左欲しかった。すごい。いや、なんかめっちゃ跳ねましたよね。うん、右に跳ねると、うん、左にカーブしてんのにね。アンサー方向か、ボールをあの辺に打ちたい。うん、よいしょ。うまく打てた。これはいいよ。お、すげえ。ナイスショー。すごいすごい。うん。いい感じ。いいショットです。148。148。この間に、ちょっと谷っぽく、へこんでます。ここまでやってる。少し優しく。あ、ちょっと今、変な打ち方した。あ、でも、おー、おーっとっと、おー、あれ何、一応もう一回打とうかな。あれ、なんだろう。大丈夫だよね。うん。これは、良き。うぃー、おー、これ打ちたかった。あ、でも、ナイスショ。あった、おー、あ、でも転がった、転がるね。すごいいいショットだ。うん、いいショット。そうですね。ありがとうございます。51度で。はい。ちょうど、普段もこのぐらいの距離は、これで打つので。なるほど。いいと思います。あ、強いな。おお、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 おん？出た出た出た。
ちょっと、ちゃんと気になってる。ナイスアプローチです。右端、ね、はい、まっすぐヘッドを出した方がいい。出る、はい、開かないように。はい、うまい。あいやー、最後切れたー、ね、弱かったですね。ちょっと弱かったー、取りっちゃったよ。やっぱ疲れます。いや、思ったより頭が私も見ててなんだか頭ぼーっとしてきた気がする暑さのせいなのか、いつもより考えてるのか。いやもう変なプレッシャーやってるのが勝手に。そうですね、もうちょっと楽しくやります。確かになんか良かったから良かった、良かっただけにちょっと頑張りたくなっちゃってるから、もうちょっと撮りたいなって欲が出てきちゃいますよこれ。